皆さんこんにちは。いろいろね、皆さんも食べ過ぎないっていうのねございますよね。僕も結構ね、こう見えて、まあ食べ過ぎないっていうか、例えば、イタリアンのお店だと、もうそうですね、2、3箇所しか行かなくて、もう30年ずっと通ってたりとか、お寿司屋さんもそうですね、だいたい2、3軒、そのもう30年以上とか、フレンチはめったに食べに行かないとか、イタリアンはね、よく行くんですけど、だいたい10年以上こう通ってね、やはりだいたい10年でも30年でも、ほぼ、まあ、お店の方はね、いつも通りですかって言うんですけどね、ほとんど同じものを食べるんですね。特にね、お寿司屋さんなんかは例えばそのヒラメね、ヒラメ、特に青森のヒラメって僕大好きでね、でその毎回同じものを10年とか20年とか、まあ、30年ぐらいこう青森産のその季節のヒラメを食べてるとですね、大体分かってくるんですよね、その違いというか。なので、なんて言うんでしょうか、いろんなものをこう食べるのもね、すごくいいと思うんですけど、僕はどちらかというと同じものを10年20年30年食べて、まあそういう味っていうのをこう極めていく変化をね。で、一つね、皆さんこれご存知のね、ジャポニーゼってね、この本も一冊3万円するんですけど、もう結構最近また売れ出してですね、もうこれは本当にフランスでね、大きな賞を取って、で実はですね、この中に沖縄のページがあるんですね。この沖縄ね、沖縄編で、これこれ首里城ですけどね、火事になる前の年にこれ撮ってるんですよ。なので貴重なんですけど、いろいろ回ってですね、泡盛もね、やっぱりピンからキリがあって、僕あんまり泡盛もツーンときて最初好きじゃなかったんですけどね、そのうち素晴らしい泡盛と、でやっぱりこうね、まったりしてるんですよね、いいものっていうのは。で一番のですね、出会いはこのお母さんね、お母さんね、非常に変わってましてね、豆腐葉を作ってましてね、で僕はもともとまあ一番最初いただいた豆腐葉っていうのは白くて、とにかく食べづらくて、こんなっていうのは本当に苦手で、それから豆腐葉っていうのはもう豆腐葉って聞いただけで、いやもうって言って、実はこの母さんとね、お母さんと出会って、豆腐葉の、概念が変わりました。で彼女が作ってる豆腐葉っていうのはね、皆さん見てください、ほら紅麹を使って作るんですけどね、青森も上等なこの色がね、首里城の色と一緒、全く一緒なんですって。でよくよく彼女に聞いてみたらね、首里城、彼女は首里城の近くで工房を持っててね、ほんと手作りで本当に一日何十個しか作れないんですけどね、もともとこのレシピっていうのは代々首里城に彼女の先祖が厨房に入ってまして、その時からのこのレシピなんですって。でこれがね、本当に僕もまずね、色でね、僕のしてた色は白で、もう全然ね、皆さんこう似て非なる、ね、この紅麹の何色って言ったらいいんですかね。でこれをね、いただいたら本
当にね癖がなくてねまったりしてて、もう一遍で概念がね、あの豆腐湯の概念が変わってみんなに今あの進めてるんですけど、まあこの本をねお買いになって読んでほしいんですけど、なかなか本当にファンが多くて郵送してくれるんですけどね、もうファンがたくさんいて、で今はなんかね、若い名工さんかな、なんかモデルさんをやってる名工さんが、まあ、時々東京からモデルの仕事がない時に沖縄に行って、彼女のレシピを再現して続けてると、もう本当に数少ない作り手なので、僕この間去年ですか、沖縄の食観光大使になりましてね、観光庁にぜひぜひ彼女をね、保護して、後世に伝えてほしいということで、大体お店に行ってもですね、こんにちはって言ってもね、なかなか出てこないんです。こんにちはって言っても出てほとんど出てきません。でその時に皆さん、三國シェフからですって言ったらもうパッと、三國シェフからのなのみたいな、そういう方なので、ぜひ、僕の名前を語って、沖縄に行ったらねちょっと足を伸ばして、首里城の近くですから、訪ねて行ってみたい、行っていただきたいなというので、やっぱりねよくね昔から、人は会ってみろ、ね、飯は食ってみろ、やっぱり僕もね反省してますけど、1回ぐらいでね、なんて言うんだろう、こう苦手意識を持たないで、まあ何度もやっぱ挑戦してみて、でね、いろんなやっぱりバリエーションありますので、僕もね豆腐湯っていうのはそれでもう大ファンになりましてね、でね沖縄には僕の弟子もたくさんいましてね、島袋くんって言って、彼もうちを3回逃げましてね、で4回目戻ってきて今はもうね立派な、もうこれは情熱大陸にも出てましたけど、まあなんか店を新しくして移転するということでございますので、ぜひ、沖縄に行ったら、島袋シェフの僕の三流シェフも彼のこと売っておりますので、どうぞ、期待してください。沖縄はとてもとても、素晴らしいところです。では、皆さんも、食べず嫌いをなくするように、努めてください。グーです。